2019年7月8日、台北はウィーファムホステル。宿泊の翌日、早朝です。朝食まで時間があるので、近所の老害を散歩します。ホステルは、大通りからは分かりにくいです。対面に、この高層ビルがあるので、目印になります。ちらっと看板見えますが、台湾銀行も目印です。昨夜、ホステルでもらった、近隣の地図です。左側上と赤で囲ったところが両方です。ここまでブラブラ歩く。狭い路地裏に入ってみます。この辺もお店はありますが、いかんせん朝7時前なので開店してません。覗いてみます。この先の大通りに出ます。
少年の不利な事態では何でしょうか。一緒にのか分かりません。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。まもなく8時朝食の時間です。ホステルに戻ります。Thank you for watching. Please subscribe to my channel. See you soon. Sayonara.